それでいいの？戦隊大失格ついに最終回を見ました。やはりすごいどんでん返しというか、意表をつく展開ではありました。最終回序盤では、13年前の回想となり、Bたち戦闘員の誕生した経緯と怪人軍団の大敗が描かれます。ということは D は13歳、彼から時折漂う幼さの理由はこれだったんですね。この時、実は X とも会話し、違う道を歩んでいたことも明かされます。Dにとっては同じ戦闘員の一人であって、X という特別な個体だとは認識してませんからね。覚えていなくて当然。そして、時間軸は現代へと戻り、ペルトロラ戦で消耗したブルーキーパーに戦いを挑む D。やはり寝具を用いるドラゴンキーパー。D が普通に戦っていても勝てるわけがない。それでも正義の戦隊に悪の怪人として挑むことを選んだ D は、なんとブルーに勝利してしまいます。実は生き延びていたペルトロラの横槍で、ブルーは致命傷を負い、死亡してしまいます。エクスズは D に詫びながら、おそらくペルトロラと同化。その場を去ります。そして、事件は公に、世間には衝撃が走り、大戦隊破壊核を余儀なくされます。D たち勝利した候補生は、すぐに生体院へ引き上げられそうですが、問題は内部の裏切り者、鈴切りの裏切りに気づきながらも、見逃したときた。彼自身にも何か野望がありそう。それらと呼応しているかは不明なものの、大戦隊の内部崩壊を目論むスパイや組織の存在も描かれ、かなりの波乱を予感させ、第1期は幕を閉じました。第1期、そうです。第2期の放送が早々に発表されました。おめでとうございます。ほぼほぼ分割にクールだった、ということなんでしょうね。気になる謎が多いので、続きが見たいことは見たいですけど、また独占配信だと、いろいろ辛いような。そんなこんなでワンクール見続けてきましたが、基本的には面白かったと思います。性格の悪いキャラたちを中心にした騙し合い、正義だを語れるのは、勝利した側のみに許される特権。徹底的なアウトロー感は、戦隊の名を冠した作品を知る者にとっては、とても衝撃的で、おそらく怒る人も続出させたと思いますが、慣れてみると、楽しいものだと思いました。ただ展開をかき回して、ピンチを演出した割には、拍子抜けで終わるようなオチもあったりで、いまいち突き抜けないところも目立っていたような気がします。あと D を含め、キャラクターの愛嬌がちょっと弱いゆえに、弱く的な面が目立つような作劇であるがために、感情移入できるキャラが少なかったのも難点かなと思いました。かなり好き嫌いが分かれる作品、という印象は変わりません。2期も面白いことを期待したいと思います。戦隊大失格第1期の感想は以上です。ワンクールお付き合いいただきありがとうございました。皆さんの感想もコメント欄にお寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。